皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は日清食品、名店が認めた本格スタイルかがり鶏白湯そばトリュフです。濃厚鶏白湯スープに芳香なトリュフ香るちょっとリッチな一杯。名店が認めた本格スタイルは絶大な人気を誇るラーメン店の味を忠実に再現した本格スープと生麺風ノンフライ麺を合わせた五島店監修によるカップ麺シリーズです。今回その第2弾としてオープン以来行列の絶えない銀座の名店かがりの人気メニューを再現した名店が認めた本格スタイルかがり鶏白湯そばトリュフが発売されました。鶏の旨味を凝縮したクリーミーな濃厚鶏白湯スープは喉越しの良い生麺風ノンフライ麺と相性抜群です。別添えの特製トリュフチーユを加えれば芳香なトリュフの香りが口いっぱいに広がります。黄金色に輝くスープと彩りの良い具材は見た目にも美しく、まさに五感で楽しめる逸品に仕上げました。ちょっとリッチな名店の味わいをこの機会にぜひご堪能ください。銀座かがりについて、2013年銀座でオープン。料亭のような佇まいの外観に木造りの落ち着いた店内で提供される鶏白湯そばは国内外問わず幅広い層の方々から人気を集めています。商品特徴、麺、喉越しの良い生麺風ノンフライ麺。スープ、鶏の旨味を凝縮したクリーミーな濃厚鶏白湯スープ。具材、鶏肉、かき玉、赤ピーマン、ネギ。別添え、芳香な香りを加える特製トリュフチーユ。食べてみた感想、とろみのある濃厚なスープ、ほんのり香るバターのような香りがたまりません。麺は固めの平打ち麺、噛み応えとスープによく絡んだすすり心地はまさに料亭の味。具材の鶏肉も小さいながら味がよく染みて食感もいいですね。和風であり中華のようでもあり、また洋風のシチューのような不思議な一杯です。とろみスープでとても体が温まりました。たまにはこんな高級感あふれるカップ麺でリッチな気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。濃厚鶏白湯スープに芳香なトリュフ香るちょっとリッチな一杯。本日は日清食品、名店が認めた本格スタイルかがり鶏白湯そばトリュフを紹介しました。田中恵美里でした。